4世紀後半にフン族が南ロシアから西に移動し、黒海の北方にいたゲルマンの東ゴート族を従え、ついで西ゴート族を圧迫したので、西ゴート族は375年に南下を開始し、ドナウ川を渡ってローマ帝国内に入り、ゲルマン諸族の大移動が始まりました。西ゴート族はその後イタリアに侵入し、さらにイベリア半島にまで移動します。これを機会に他のゲルマン諸族も大移動を始め、中部ガリアにはブルグンド人、北ガリアにはフランク人、ブリタニアにはアングロサクソン人、北アフリカのかつてのカルタゴの地にはバンダル人が移動し、各地にゲルマン民族の国家が成立しました。一方フン族は5世紀にアッティラに率いられて大帝国を建設しますが、カタラウヌムの戦いでゲルマン諸国と結んだ西ローマ帝国に敗れ、その国家は間もなく崩壊しました。しかし西ローマ帝国も476年にゲルマン人の傭兵隊長オドアケルに滅ぼされ、また彼の王国もフン族の支配から脱してテオドリックがイタリアに建てた東ゴート王国に滅ぼされました。